かざしてない。これか。これか。帰るぞ。帰るぞ。次どこのパチへ行こうかな。もう5000円負けてんだけど。ビッグ3回揃ったのに飲まれたんだけど、どういうこと？もう、ダメだわ、何やってもダメだわ、もう！もう、ついてないな。何やってもダメなんだわ。はぁ、嫌なんだ。一番最初の店に戻るのも嫌だしな。一番最初の店に戻るっていう点もあるけどね。一番最初の店戻ったところで多分ね、もう台がいっぱいで座れないと思うんだよね。あそこいつもいっぱいだからさ。かといって123ガラガラやしな。123ガラガラやしな。アローまでは遠いしな。どうしようかな。どうしようかな。7時だろ。戻るか。一番最初の店に戻るか。陰謀トレーダーさんよ。2000円でビッグ3回揃ったのに負けたんだわ。陰謀トレーダーさん、協定。協定は行かないわ。協定は今から寒いわ。今年の年明けぐらいにももちゃんに振られたショックで協定一人で行ったけど、ももちゃんに振られたというか、まあ振られたというか、そもそも相手にされてなかっただけのことなのでね、お客さんとあの女の子の間柄ですからね。それはね、それは陰謀トレーダーさん、テレボート梅田。ポート梅田って何？あーもうせっかく 12,500円買ってたのに、なんで 4,500円負けてんの今。しかもビッグ今日何回も揃ってんのによ。陰謀トレーダーさん、西成かりちゃん。もうめっちゃめっちゃ今日ビッグ揃えてんのに。かりちゃん、かりちゃんのたこ焼き食べに行く？こっそりこっそりかりちゃんのたこ焼き食べに行く。あの人いいよね。ちょっと僕とちょっと組んでくれへんかな。スカウトしてくれへんかな、女の子。西成だからあんまりあれだけどね。僕と普段つるんでるね、まあ配信には出てこないあの同級生がいるんだけど、その彼が岸の里って言って西成のね、もうあのど真ん中に住んでて、まあその辺庭なわけですよ。で顔も広いから多分ね、知り合いちゃうかなと思いながら、ね、まあいいんだけど、まあ、とりあえずね、一番最初に店戻ってきました。一番最初に店戻ってきた。でもう4500円負けてるだろ今日。あと5000円だけもう適当な台打つわ。もうこんな時間からいい台も空いてないだろうから、うん、適当な台をね、この時間からね、4500円打ちます。で、4500円って中断ペンで5000円打ちます、うん、でもう今日はそれで最後にしようかな。もう今日は乾杯だわ。もうこんだけビッグ揃えても勝てないとか絶対無理ゲーじゃん。このスロットで勝つとか無理ゲーでしょ。
そんな感染確率の連チャン期でもないんだからね、そんなもう100、200何十分の1の確率のをね、100回転そこらで5回も6回も揃えろっていう方がおかしいんだよ。っていうかそれが揃ってる現実もおかしいんだけどね、普段。あんな怒ってはいけないことが起こってるんですよ、連チャンというね。ということで1点目に戻ってきました。ここでここの店出た瞬間俺まだ1万2500円買ってたのに、今なぜか4500円負けてるんだけど。2軒目の1万5000円ストレート ノーペカ負けが痛いな。2軒目はあの2000円でビッグいっぱいかかったんだけど、ビッグ3回かかったんだけど全部飲まれちゃった。まあ、飲まれたのはいろんな台を打ったからなんだけど、で レバーオンファンファーレ聞かしてやるぜお前らに。今日一発目のビッグはレバーオンファンファーレだったからな。持ってきたぞ。あ、もう客引いてるな。大変なことだ。